第6回大会は、はい。気になった選手とか、第5回大会は、はい気になった選手とか、第6回こいはつぶちのめそっかな。まあ、出れる前提で話して、い。うん。はいはいはい。なんかこいつちょっとやろっかな、みたいな人いました。いや、ぶっちゃけね、俺の階級にスはい。ターいないんですよ。僕、本当は61なんですよ、階級は。はだから、次はぶっちゃけですけど、今度勝ちに行きたいんですよ、正い。はい直言うはい。と。で、今度は勝ちに行きたいから、適正階級で出たいし、やっぱり、ただですよ、僕がじゃあね、素人の人でやったとしても盛り上がらないと思うんですよ、多分。なんか、まあ、ババやって終わりみたいな。で、それ面白くないなと思ってるんで、61キロで、ちょっとスター性のあるやつなって、まあ、実力も兼ね備えたやつで、って考えたときに、まあ、いろいろ僕もね、頭の中で考えたんですけど、正直いなくて、まあ、C とすればですよ。C とすれば、まあ、山川くんぐらいかなって。俺と山川くんね、ちょっとね、面白いと思うんですよ。正直本当に仲良くもないし、面識もないんですけど、多分、結構おもろいと思うんですよね、やったら。なんかイケメンって言ってるっすよね。イケメンって言ってるし、少林寺どうのこうのって言ってるんですけど、マジ格闘技だったら120負けないんですよ。マジでこれは。で、少林寺って何かわかります？あれ多分寸止めとかそっち系ですよ。ボクシングでね、もうガチスパイルじゃないですか、もう画面殴り合うし。山川くんちょっと殴り慣れてないなーってのもちょっと思えたし、だから、まあ、前回のね、第4回よりはね、ちょっと確かに今回成長してたなと思ったんですけど、なんか、さきとくんとのね、殴り合いではもうちょっとね、まあ、テクニックもそうだし、パワーもそうだし、なんか物足りないなって、ちょっと物足りないと思いましたね。盛り上げが足りない。じゃあ、6回もオーディションを来られるということですね。もちろん行きますよ。絶対もちろん行きますよ。てか、それより、ちょっと俺思ったんですけど、面白いのってちょっと思ったんですけど、僕のキャラ的に、僕の人物的に、ちょっとやっぱり、やんちゃなやつとかを俺に当てるのもちょっと面白いかなと思ったんですよ。僕みたいな感じでいるやつ多分ヤンキーとか嫌いだと思うんですよ。だからエンタメじゃねえんだぞ、こら、みたいなことを言ってきそうなやつ多いと思うんで、そういうやつ喧嘩売ってきたやつに対して成敗するっていうのも一つ面白いかもしれないですね。っなているうのほも頭でど。は考えてましたよ。あそこの6回の時のオーディションでそのままリングで殴り込んで倒して、青山川みたいな流れもありかもしれないですね。ああ、いいっすね、いいっすね、いいっすね。それも確かにいいっすね。確かに僕も負けてるんで、ちょっとね、死人に口なしっていうとこもあるんですよ。ぶっちゃけ言うとね。だからね、俺はあんまり大きいこと言えないんで、まず成績出すっていうのも大事かもしれないですね。確かに。